一人取り残されない未来のためにつながる絵本 4SDGs。 私たちにもできることがきっとある。 SDGs、 それは2030年の未来の形。街を守るミニダム、目指すのはこちら。総合的な災害リスク管理を。路地にポツンと置かれている手押しポンプ、よーく見るとお家の屋根からずっと伸びたパイプがポンプのところにつながっています。実はこれ、町を守るための設備なんだって。ここは東京都墨田区。どんな設備なんだろう。雨水をためて下水道に対する負担を少なくしたりして、洪水を防ごうということで始まりました。2つの大きな川に挟まれた墨田区。大雨が降ると川や下水から水があふれ、浸水被害を受けることがありました。町と住民の皆さんが手を取り合って区内のさまざまな場所に雨水タンクを設置。全部足すとおよそ25,000トン。こうして大雨が降っても川や下水に流れる水の量を減らすことで水害を抑えることができました。さらに住宅街だけでなく区役所などにも雨水タンク、トイレ用の水などとして使われています。密集しているところで火事が出ると消防車も来ないっていうようなことで、住民の人たちが消火に努めたっていうような実績もあります。雨水を貯めて利用するっていうことで、災害時にその水を使えるっていうようなことで防災にも役立つと思います。雨水を貯めて幸せいっぱい。あなたの一歩が未来の景色を変えていく。